天下が朝のごとく乱れた戦国時代、社会秩序は崩れ、戦乱が日の元各地で絶え間なく起こり申した。そんな乱世に終止符を打ったのが織田信長様、豊臣秀吉様といった英傑の方々でござる。お二方は単に戦いを終わらせたわけではありませぬ。先進的な政策をどんどん取り入れ、日の元に新しい価値観や秩序をもたらされ申した。つまり中世の古いしがらみを捨て、新しい世の中へのつながる橋渡しをしたと言えるじゃろう。こたびはそんな革新的な政策を5つご紹介してまいりまする。経済活動を促進させた楽市楽座。信長が行った経済政策といえば、やはり楽市楽座は外せないでしょう。発展を遂げていた尾張の対馬や熱田のにぎわいを見ていた信長は、経済こそが政策の肝だと考えていました。楽市楽座を敷くことで円滑な経済活動を促進させたのです。もともと市場を牛耳っていたのは座と呼ばれる商工業者、販売業者の同業組合でした。大山崎の油座や祇園の綿座などが知られていますね。彼らは市や特定地域での流通権、販売権を独占し、経済利権を独占するべく都合のいいように価格を取り決めたといいます。そのため市場に見合わない不自然な価格が横行し、経済は決して健全と言えない状況となっていました。しかも座を取り仕切っていたのが興福寺や日吉大社といった宗教勢力です。座は一定の金銭を自社へ支払う代わりに特権を享受していますから、彼らがその元締めとなっていました。そこにメスを入れたのが信長です。岐阜や安土の城下を皮切りに楽市楽座を導入し、座に属さない商人、職人であっても自由に商売することを許しました。結果的に物の価格は実情に即すようになり、税が免除されたことで新規参入者が増え、市場は活況を呈するようになります。つまり自由競争によって健全な経済活動が促進されたわけですね。ちなみに楽市楽座は信長様が初めて行った政策ではありません。すでに斎藤道三様や六角貞頼様らが先駆者となっておられ、一定の成功を収めておられ申した。そこで信長様は楽市楽座を大規模に推し進めることで、旧態依然とした座の撤廃はもとより宗教勢力の抑制を狙われたのじゃろう。さる、これより岐阜城下に楽市楽座を敷こうと思う。上様、すでに美濃や近江でやっておりまする。それは二番煎じでは。たわけ、今後は楽市を日の元中に広めるつもりじゃ。道三様や六角の日ではないわ。しかしやりすぎては興福寺や岩清水八幡宮が黙っておりますまい。もし逆らえば焼け討ちにすると触れて回れ。あの延暦寺のようにな。上様怖い。海外の技術や資源を積極的に導入した南蛮貿易。戦国大名が目指したもの、それは富国強兵でした。しかし単純に税を取り立てるだけでは限界があります。国は疲弊し、領民の不満がたまるだけでしょう。そこで信長はじめ一部の大名たちが導入したのが南蛮貿易でした。基本的にポルトガルが中国で生糸を仕入れ、日本へ持ち込んで銀と対価交換します。他にもガラス食器や織物、香辛料などが輸入されたとか。とりわけ大名たちにとって喉から手が出るほど欲しかったのが鉛や硝石といった戦略物資でした。特に火薬の原料となる硝石は日本でほとんど産出されないことから眺望の的になったそうです。ただし南蛮貿易を行うには条件があり、キリスト教の布教とセットでなければ認められませんでした。そこで文後の大友宗麟や肥前の有馬晴信らは積極的にキリスト教を受け入れ、自らもキリシタンになるなど積極的に関わったとされています。もちろん南蛮貿易に着目した信長も例外ではありません。イエズス会や宣教師たちに寛容な態度を示しつつ、畿内における布教を許可し、安土城下には教会やセミナリオの建設を許すといった保護に努めました。
すべては南蛮からもたらされる戦略物資の獲得が目的であり、天下富舞のためには避けては通れない経済政策だったのです。信長様は鉛や硝石といった物資を南蛮貿易によって豊富に得ており申した。その結果がはっきり現れたのが天正3年1575年の長篠の合戦でござる。さすがはシャムさんの鉛玉じゃ。よう飛ぶしよう当たることよ。どう感じます？全くお見事でございます。しかし武田軍も鉄砲を放っておるが、なんじゃ一向に飛ばぬではないか。それが何でも神社の祭銭をいつぶして鉄砲玉にしておるとか。勝つより惨めなものじゃな。さあこちらはいくらでも玉がある。どんどん放て。これが畿内と地方の格差でござった。信長様は戦略物資を独占できたおかげで圧倒的な軍事力を手に入れることができたのじゃろう。各地の道路を整備したおかげで流通が円滑となる。ここで経済とは切っても切り離せない流通面を見ていきましょう。各地の物産を運ぶには荷車が楽に通れる道が必要ですが、信長が登場する以前はお世辞にも整備されていたとは言えません。確かに東山道や山陽道、北陸道といった主要道路は存在していましたが、極端に狭くなっていたり崩落していたりで、スムーズな通行を阻む箇所があちこちにありました。また地域ごとの領主が勝手に設けた関所があったことで、円滑な流通が妨げられていたのです。極端な例ですと、伊勢街道の桑名から日永間ではわずか4里 15.7 キロの距離で60余りの関所があったとか。これでは運送業者も悲鳴を上げてしまいます。そこで信長は各地にあった関所を撤廃し、誰でも自由に通行できるようにしました。人や物の往来がスムーズになったことで計り知れない経済効果をもたらしたといいます。そしてもう一つの流通革命が道路の拡充でした。各地へ織田の軍勢を派遣する以上、大軍が通れる軍道は必要です。そのため古くからあった道を作り替え、複数人が並んで通れるような広い道を整備しました。もちろん一般の人々も利用しますから、地域の経済発展に寄与したことは言うまでもありません。こうして織田家の勢力拡大とともに、それらの道もどんどん広がっていったのです。ちなみに徳川家康が五街道を整備したのも、当初は軍事利用が目的でした。ところが徐々にその意味は薄らいでいき、やがて江戸から地方を結ぶ幹線道路として利用されたのです。信長様が整備させた軍道を最も効果的に用いた人物、それが羽柴秀吉様でござった。本能寺の変の直後、秀吉様は毛利と和議を結んで中国大返しを敢行されまする。官兵衛をこれから3万の大軍を大返しさせにゃならんが、いかがいたす。殿、ご心配なく上様が整備された軍道を用いましょう。あの道なら難儀することはありますまい。頭が良いな。しかし急いで進軍しても小荷駄が間に合わんぞ。兵糧はどうする？心配ご無用。上様の御座所がいくつかありまするから、そこに兵糧はいくらでもあるでしょう。官兵衛でかした。やっぱり頭がええの。実は主要な軍道の各所には信長様が滞在するための御座所が作られており申した。山陽道の場合、摂津の兵庫城と播磨の小谷城が知られておりまする。もちろん信長様の到来を見越して御座所には大量の兵糧が集積されており申した。秀吉様はそれを当てにして山陽道を駆け抜けられたのじゃろう。戦い専門の家臣団を作り上げる兵農分離。戦国時代の合戦は農兵が主体でした。つまり農繁期は工作に専念しながら、農閑期になると足軽として出陣するわけですね。もちろんデメリットはあります。1年のうち限られた期間しか戦場へ出られませんから、戦国大名にとって作戦行動に制限がかけられてしまうのです。しかし信長の場合は違いました。兵農分離を促進することで、
いつでもどこでも戦える専門集団を作り上げたのです。そもそも信長は若い頃から直臣の育成を目指していました。家を継ぐ資格のない家臣の次男三男に目をつけ、彼らを直接召し抱えることで親衛隊の役目を担わせたといいます。後に織田家の重臣となる丹羽長秀や佐々成政などが知られていますね。信長は配下の軍団にも同じ手法を用いました。つまり農家の跡取りとなる長男は農業に専念させ、次男や三男を専門の足軽として雇い入れたのです。彼らは低い身分とはいえ、れっきとした武士ですから、まず忠誠の度合いが違います。また気兼ねなく訓練に専念できたため、軍勢のレベルは格段に上がりました。武田や浅井、朝倉など並み居る戦国大名に引けを取らなかったのも、そこに理由があったのです。また信長は小牧山、岐阜、安土といった城下へ家臣団屋敷を造成し、積極的に家臣の集中を進めました。これは気球の際に命令伝達をスムーズに行うためであり、スピーディーに彼らを出陣させるための方策だったようです。いかにも合理的な信長らしい考えですね。さて、城下へ引っ越しを命じられた家臣の中には、ずっとここで暮らしたい、家族だけではせめて残したいと考えた者もおったようじゃ。しかし信長様は甘くはありませぬ。何？城下の家臣団屋敷から出火しただと？原因を突き止めよ。それが妻子を残したまま単身で引っ越した者がいたらしく、不注意による失火でございました。家族ごと引っ越すと言うたのにこの不始末じゃ。妻子を残した家臣を調べ上げ、尾張にある屋敷を焼き払わせよ。実際に焼かれることはなかったようじゃが、信長様の怒りに震え上がった家臣たちは早速家族を引き連れて安土城下へ引っ越されたとか。これも信長様らしいやり方でございますな。社会の在り方そのものを変えた太閤検地。ここまでは信長が行った政策をご紹介しましたが、次の天下人となった豊臣秀吉も画期的な方針を打ち出しています。それが太閤検地ですね。そもそも戦国乱世の争いとは富の奪い合いに端を発しています。より豊かな土地を獲得するため、戦国大名は互いにしのぎを削り合ったのですが、天下統一を目指す秀吉はまず不毛な争いをやめさせようとしました。それが大名同士の私闘を禁じる総武事例であり、その根拠としたのが検地です。まず支配する土地を隅々まで綿密に調べ上げ、どれだけの米が取れるのかを明らかにしました。また検地帳には田畑の面積や収穫量、税を負担するべき耕作者の名が記載されていきます。そうすることで土地にかかる適正な税収が計算でき、貧しい土地には税率を低く、逆に豊かな土地には相応の税がかけられるようになりました。一方、官高制から国高制に移行したことで大名に対する軍役負担も決められています。米一石は大人一人が1年に食べる量を示すため、そこから何万石の大名はこれだけの兵を出すという基準が定められました。つまり貧しい大名ほど軍役負担は低くなることを意味します。この太閤検地で大名間の領土紛争はなくなり、村落同士の争いも影を潜めることになりました。秀吉様が行った太閤検地とともに有名な政策が刀狩りでござる。これは農民から武器を取り上げることで武力放棄の可能性をなくし、農業に専念させるための方策でござった。またそれまで曖昧だった物の府と農民の境界線を明らかにしたわけですな。とはいえ刀狩りは思ったほど徹底されず、依然として多くの武器が残り続け申した。この刀は先祖伝来の家宝でさ、取り上げないでくんろ。ああ、わかったわかった。この太刀の反りを見てください。稲刈りに最適なんだわ。うむ、仕方がないの。この鉄砲はイノシシやアシカなどの怪獣を撃つためじゃ。
持っておっても問題なかろう。さすがに鉄砲はまずいのではないか。まあ害獣駆除なら仕方あるまい。おそらくこんなやり取りもござったことじゃろう。実は江戸時代に入ってなお数万丁の鉄砲が庶民の間に流通しておったそうじゃ。これも戦国乱世の置き土産だったのやもしれませんな。革新的な政策はいかがじゃった。いつの時代でも革新的な政策があり、その政策によって今までの常識が覆ってきたんじゃな。皆様の考える歴史を変えるような革新的な政策があれば教えてくだされ。何、時代を変える革新的な政策思いつき申した。さすがじゃな。お主のようなものにこの動画が届けばと思い動画を作った甲斐がござり申した。ぜひわしに教えてちょうだい。どこで聞くって。ほんなもんもちろん名古屋城だがね。名古屋城で待っておるぞ。最後に重大発表じゃ。この度公式 LINE ができ申した。公式 LINE では歴史を学べるクイズ初級中級上級とございますので挑戦してみてくだされ。そしてわしの名古屋城の出陣情報もわかりますので、名古屋城へ来る者はぜひ来る前に登録してちょうだい。登録は無料でござる。概要欄からどしどし登録をお願いいたしまする。それでは新しい政策でございまする。視聴者全員が戦国雑記帳に登録することが決まり申した。それでは皆さん、援軍チャンネル登録ボタンを押してくださいませ。反対意見のある方はやぶみコメントにて意見を、賛成の方は良いね高評価ボタンを押してくださいませ。ありがとうございます。それではまた。